どうもこんにちは、たかひろです。今回は東京ディズニーシーで300円台の金額で食べられるおすすめのパークフードを紹介させていただきます。以前東京ディズニーランド版の300円台フード動画を公開させていただいたところ、すごく好評で、ありがたいことに C 版も見たいとたくさんコメントをいただいたので、今回動画にしてみました。ランド版の動画がまだの方はぜひそちらも概要欄からチェックしていただけますと幸いです。今回もまずおすすめの5つを実際に食べて紹介させていただき、最後にそれ以外の300円以内のフードをまとめて紹介させていただきます。紹介するフードは全て予約不要なレストランで購入することができ、気軽に購入できるかと思いますので、フードにあまりお金をかけたくない方や時間をかけたくない方、小腹が空いた時に手軽に食べられるようなメニューを知っておきたい方は、よかったら参考にしていただけますと幸いです。なお、こちらのチャンネルでは最新のパークフードや現在のパークの様子、また僕がディズニーを一人で過ごしている一人ディズニーの様子を動画にしております。少しでも気になっていただけたら、よろしければチャンネル登録をお願いします。まず最初にやってきたのはアラビアンコーストにあるカスバフードコートです。こちらは主にカレーを扱っているレストランなのですが、今回紹介させていただくのはココナッツプリン370円です。昔からあるメニューで人気もあるので知っている方も結構多いかなと思うのですが、僕もパークの中でベスト3に入るぐらい好きなレギュラーフードなので今回紹介させていただきました。ただまあこの動画がなんか安いパークフードみたいな感じで言っておきながら、プリンでこのボリュームで370円だと、まあむしろ高いだろうと思うかもしれませんが、それ以上にこのプリンが本当に美味しいので、食べたことがない方はぜひ食べてみていただきたいです。プリンの質感はクリーミーなものではなくて、どちらかというと昔ながらのプルプル系のプリンになります。一見普通のシンプルなプリンに見えますが、口に入れた瞬間にココナッツの爽やかな風味が広がり、味の強いカレーを食べた後の食後のデザートとしてもすごく最適です。何よりこのココナッツプリンの味はディズニーシーでしか自分は味わったことがないので、特別感があって定期的に食べたくなってしまいます。ボリューム的には今回紹介するものの中では一番少ないかなと思いますが、味に関してはナンバーワンなので、ぜひ食べてみてください。もちろんこのメニューはカスバフードコートだけで、ディズニーランドの方では食べられないメニューになります。そしてこちらのカスバフードコートでは、以前ランド版の300円台フードで紹介したハングリービアレストランのタンドリーチキン270円も販売されているので、こちらもぜひよかったら食べてみてください。続いてやってきたのはメディテレーニアンハーバーにあるマンマビスコッティーズベーカリーです。こちらはパークの入り口から一番近いカフェで、本来であればパン屋さんのようにバリエーション豊かで様々なパンを扱っているお店になります。現在は種類を絞って少なめですが、これから徐々に元通りになってくれると嬉しいです。こちらで今回食べるのはマイクメロンパン300円とチキンマヨネーズデニッシュ360円です。まずはこちらのマイクメロンパンから紹介させていただくと、味に関しては割と普通です。どちらかというと見た目のディズニーっぽさ、なんかディズニーに来てるぞっていう体験価値を感じることができる一品となっており、メロンパンのクオリティとしては中の下ぐらいです。ただ僕がマイクがすごく好きなので、いつもこれともう一つパンを買って写真を撮ったりしてます。で、先ほど中の下と言ったのは、なんかメロンパンの一番大事な上のクッキー生地の部分の面積が通常のメロンパンよりも狭いので、そこがやっぱ残念な部分だなと思います。まあ、ただこれもマイクの形を形成する上で仕方ない部分であって、目の部分のみがクッキー生地となっています。で、その代わりパンの生地自体にメロンの風味があるので、メロンの感じは強めかなと思います。生地はふわっとしていて食べやすく、いろいろと言いましたが普通に美味しいので、ぜひ食べてみてください。こちらはランドでも購入することが可能です。続いて食べるのがチキンマヨネーズデニッシュ360円です。
こちらは名前の通りチキンにマヨネーズがかかったデニッシュですが、そこにトマトも乗っています。チキンマヨネーズデニッシュは一見かなり濃厚な味付けですが、デニッシュが軽くてすごく食べやすいです。そしてミニトマトがさっぱりしていて相性抜群なので朝食にも最適です。見た目もミッキーシェイプになっていて可愛いのですが、耳の部分は何も乗っていないので最後に食べてお口直しになるのもいいです。味もビジュアルもクオリティが高くてかなりおすすめなので、ぜひ食べてみてください。こちらは現在は C のみで食べることができます。またマンマは提供が UCC 上島コーヒーで、コーヒー自体がすごく美味しいので、ぜひほっと一息入れたい時や朝食に活用してみてください。そして今回は食べなかったのですが、こちらで販売されているクリームパン290円もすごくおすすめです。パン生地にオレンジピールが練り込んであって、オレンジの風味を感じながら甘いクリームパンを食べることができます。すごく美味しいのでぜひ食べてみてください。続いてやってきたのがマーメイドラグーンにあるセバスチャンのカリプソキッチンです。こちらはピザやカルツォーネなどの軽食が食べられるレストランとなっていて、写真を撮る際にめちゃくちゃ暗いのでご注意ください。今回こちらで食べるのはポップンシュリンプ340円です。多分今回紹介させていただくメニューの中だとボリューム的には一番多いかなと思います。カラッと揚がったエビは外はサクサク、中はプリプリで、味付けは結構濃く、人によってはしょっぱいと感じるかもしれません。個人的にはこの味の濃さも好みで、よりお腹に溜まった感覚がします。エビは8匹ほど入っていたかと思います。個人的にこのマーメイドラグーンの暗さも休憩にちょうど良くて、友達と行った時はこれ一つをシェアして飲み物を飲んで休憩したりします。ぜひ食べてみてください。ちなみにこちらは現在は C のみでの販売となっております。続いてやってきたのはメディテレーニアンハーバーにあるみんな大好きザンビニブラザーズリストランテです。こちらはディズニーシーの中だと最も低価格でパスタが食べられるお店となっており、その他にピザなども置いてあります。先ほどのカリプソキッチンにあるピザがなんかアメリカンなタイプのピザだとすると、こっちはイタリアンなピザになります。食べ物の質も一貫して高くて席数も多く、2階のテラス席からはハーバーを見渡すことができるので、予約不要なレストランの中だと一番満足度の高いレストランかなと思います。そして今回食べる、というか飲むのはミネストローネチーズクルトン添え370円です。まずめちゃくちゃ熱いです。でこのミネストローネがかなり濃厚なので、スープなんですけど別で飲み物を準備しておくことをおすすめします。人参、玉ねぎ、トマトと細かい具材がゴロゴロっと、かつ溶け込んでいるので、かなり濃厚な味わいになっています。そして結構お腹に溜まります。なんか紙カップに入れての提供がもったいないぐらいクオリティが高いので満足度も高いです。チーズクルトンはそこまでチーズの感じは強くないのですが、濃厚なスープにすごくよく合います。サクサク食感を楽しみたい方は即座にスープから抽出させることをおすすめします。結構もう本当にすぐにスープを吸って具材の一部に溶け込むのでご注意ください。こちらは現在は C のみでの発売となっております。以前に比べてメニュー数はかなり減ったのと、紙皿提供になって大きな変化はありましたが、それでもなお質は高いので個人的にはおすすめです。それではここからは今回もその他の現在食べられる300円台のフードをざっと紹介していきます。メニュー名と金額だけを紹介するので、提供されているレストランや場所などを知りたい方はディズニーランドスペースフードの名前で検索すると公式ホームページのものがすぐに出てくるので、そちらで確認してみてください。メニューによっては複数のレストランで販売されているものもあります。では紹介していきます。リトルグリーンマン360円、中華風コーンスープ370円、春巻き3個320円、カップサラダ360円、シーフードチャウダー370円、フレンチフライポテト280円、ピーチフルーチェ&ストロベリーゼリー270円、ベジタブルとベーコンのクリームスープ320円、チキンナゲット340円、
ニューイングランドシーフードチャウダー370円、コーンスープ350円、チキンとベジタブルのスープ320円、こちらで以上となります。以上が東京ディズニーシーで食べられる300円台のパークフードのラインナップとなります。一応今回紹介したものは全てレギュラーフードですが、今後パークの運営時間の変更やゲストの人数制限の変更に合わせてラインナップの変更もあるかもしれないのでご注意ください。また全て予約が不要なレストランでいつでも気軽に行くことができますが、現在はレストランの営業時間が店舗によって大きく異なり、その営業時間も常日頃変わりつつあるので、今回はあえて記載はしませんでした。公式アプリにてその日の営業時間がマップから確認したいレストランをタップすると確認できるので、当日確認をお願いします。今回の動画いかがだったでしょうか。自分のチャンネルではレストランでしっかり食べる系のメニューばかり紹介していたので、たまにはこういう動画もということで作ってみました。よかったら参考の一つにしていただけたら幸いです。もし皆さんのおすすめのレギュラーメニューなどもありましたら、ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。ということで今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画もしよかったら高評価、コメント、チャンネル登録をお願いします。そして Twitter や Instagram もやっているので、よかったらフォローお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。